日本最大級の理容美容業界のコンテスト、スタイリングコレクション2023の北陸大会が金沢市の県産業展示館で開かれ、店舗スタッフや専門学校生などおよそ300人が参加しました。美容を楽しんでもらおうという、美容師という仕事は髪を切るだけじゃないんだよ、デザインを作るんだよっていうのがアピールできることが一番いいかなと思います。大会ではパーマを巻くワインディング技術やウィッグ、モデルのカット、スタイリングの独創性などを競いました。スタイリングのイメージは髪を下ろしてた時はあんまり色が見えてこないんですけど、セットで色が出てきて、で色もちょっとインコの色をイメージして軽やかで華やかになればいいかなって感じです。各種目の上位入賞者は11月に横浜で行われる決勝大会に北陸代表として出場します。